1年結構1年でずっと回ってきたら繋がりましたね。みんな繋がって。ここもインターネットとかでは、そうそう、このセッションでご一緒させていただいた、そうやった、知り合いやったね。すごい。あ、そう、ハゲとゴスペル、そういう、ね、はい、あ、いいですね。ヒデちゃんとは昔からやってて ね、長い付き合いだしね。一曲目だし、めっちゃドキッとして、なんで自分だけ撮ってるの、そうやって。いや、人がやった曲、これは僕の役目なんで、全部覚えるタイプ。メモってあるって言うたってやん、そうなんや、人気感があるね。そうそう、このオリジナル、この8月ですか、はい、あ、オリジナル、はい、オリジン、あ、来ますね、オリジン、はい、なんか田んぼ落ちたのがその後聞きたい、3曲目が数字で2030、あ、死んでない、丸ですね、2030、はい、聞いてくれる、はい、これ20年ぐらいの思った、私生きてるやろか、生きてるやろか、生きてるやろか、生きてるんだよ、82年や、80年だけど、82歳や、まだいけます、ちょっとボスの死んだことがありました、はい、ボスの死んだことがありました、もうね、シンデレラかなんか、恐ろしくて、なんか持ってきてた、俺もマジで一緒やね、そのやすこさんが頭の中に描いてるその景色が僕は見えましたね、名古屋っていうか、すごいなって、自分の中の頭の中の景色を表現することがすごい上手な人なんやろうなっていうか、その詩とかそういう、はい、それを癒されたな、あ、私も詩、詩もすごい、あ、でも聞いてくれる、みんな聞いて、私ね、A9違うよっつって小泉さん歌ってるやろ、ね、歌ってるんだよね、もともとその3人の音楽は、今の YouTube 流れました。YouTube 流れました。R と R の。でもね、まあね、じゃあちょっと、隠そう。余裕よ。余裕よ。すいません。すいません。すいません。それで行こう。それで。誰しもさ好きな人と結婚できるってことにならないで、まあそれが一番いいですけどね、好きな人と結婚できるって最高に幸せ、ね、理想やろ、理想やけど、理想の人と結婚できるなんて100人、1000人、1万人おってことは何人やそっからの話、ちょっとやすさん、すみません、ちょっといいですか、僕のこと好きになったんですか、いや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 、ちょっと断らない、そうですか、そうですか、そこは好きや言え、いやね、恥ずかしい、そこは別にすっと言うたら言わない、何を見せてる、でも、見せてる、正直なところ、まあでもね、結婚できたことは幸せやなって、その相手が、結婚できた相手が最高に人生一番幸せだろうか、それちょっと部屋の前でしたか、分かったよ、さっき話でしょ、はい、ウーマントークでちょっと違いねん、もう一方だろ、なんかベースやったギターなんて言ったらこういうタイプはね、浮気するのよ、浮気するのよ、ビートギターを、ビートギター浮気するのよ、あかんねん、あ、そうか、知らんけど、知らんのかい、知らんよ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、やすかさん、ちょっと、ちょっと、お前な、まあまあまあ、まあまあまあ、でも
ね、私ね、あの乾杯倉庫マイちゃん、私からね、ちょ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 ガタガタ、お前なサラダも食べてやあのでもね、そうか、リードギターは浮気するわけだ。ベースはね、ベースは安定やねあ、いいよ、向かい来てほんだ、俺ベースやったからベースだね、あのね、肩苦しいっていうかね、肩にはまってボン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 肩にはまってるベースかな、それだけで決めつけるっていう発想がすごい、音がさ、杉編がどうなのかな、高くないやん、ベースの音が大事ですよ、ベースはそうやね、生活安定やね、リードギターはスケベなやね、そうやね、浮気すんねん、一人でやってる人どうなの、ほんで、なんでもろそろ照れてんのかわからへん、人間誰しも何を言うたかんやん、人間はリードみたいに憧れるけど、なんてかわと思って。ベースやとかなんですか。バイ。でも、この中でベース、リードみたいなの。お前誰か、誰お前ツッコめよ、ゼロしかいいお前アホちゃうそんなことです、そんなことないよ、そんなことないよ、そんなことないよ、そういう固定概念覆してくれればいいよ、あ、そうそう、それ、やすさそれやね、固定概念、だから浮気はしないあれ浮気したらいかんかなんやねんこれ、じゃあ私もでもね、それを今どうえ、いやでもひどいってなんで出ないの、いやもう僕ほんまそんなないっすわ、ない、はい、でもギタリストとしてはちょっとねって言うた方がかっこいいやりたいな、でもね男やっぱりね、やっぱり見張ってバッてバッてバッてキャーって鳴らさないと思うんだよ、おおベースおもろいおもろいおもろい大丈夫でも選ばなかったベースなんてそれだかで、あのお嫁さんにも大丈夫って言っててみたい、旦那さんがベースってこと、気持ちの中では問題ないだからギターに憧れるけど安定のためにベースを選んだ、こっちかどっちするかって言ったらこうなるこっちさでもこっちに行きたいよなって思うんだよね、あの嫁さんの歌はちょっと嘘だなって気持ち的に揺れてんの、揺れてるの、揺れるよそんな、え揺れるよ、でもで最初こっちやけど気持ちの面ではこっちが好きっていう同じやん、みんなそうでも僕なんか両方やるもん、ベース弾きながらこっちメロディー弾きながらそうかな、そうやそうやマロちゃん一番やな、リリーフィンガーやなマロちゃん一番ありがとう、ただもう ここができひんからね恐ろしい時間になっちゃった、やばいことになってきましたよ私ね、大人のラジオになってしまってやばいことになってきましたよすごいな、面白いな、面白いなんかね、あのバンドは大好きね、やっぱりね、バンドね、こうして一つのものを作るっていうのはね、その中でやっぱりボーカル花やね、あ、ボーカル ね、花でございます、頑張ってください、ありがとうございます、プレゼントいっぱいやってくるのが一番いいよね、なんか今なんかってなんかもうママやな、店のもうなんだよ、なんだからお母さんやな、ほんまやわ、超お母さんやもう
でも直しとかなかもひらがなでタイちゃんって書いてあるあ、そうです本名はねでもあまりにも難しい、英語の英語なの10年ぐらいレイちゃんだねあ、レイちゃんだね入れましてなんか、昔のこといっぱい喋ってくれたって言ってたよかったから、そういうのが思ってたんですよガスコさんには勝てません、私は一緒え、何勝っちゃうその嫁おお同じ当時らしい、俺だあ、そうなんやそうそう。なんで嫌やねん。こっちで嫌って言ってないよ。あ、言うてない、言うてないやろ。ベースやろ。ベースよりも、犬が嫌って言ってんな。わかった。やつこさん、わかった。仕事だな。リードギターにしたらよかったな、俺。引けん、白指。リードギター。俺もリードギターしたらよかったな。俺もリードギターしたいパッタな作ったフォークギターやったしなんか滑ってる滑ってる滑ってるちょっとなんかもう滑ってないな何回やるの違ってでも帰らないいや残念寂しいでももうみんなも帰らないもうそんなこんな時間じゃんもういいやもう10時17分だねいやー日本一に会えてよかったいっぱい残ってるね。しゃあないな。着替えて帰ろう。俺軽トラやさかな、送ったれやんわ。軽トラの後ろやったら乗れんねんけどな。そうですね。無理やな。なんか止まってくれなかったわ。今乗ってるよ。マロさんの目つき。マロさん言う。俺、キャラ変わってきたよ。ステージの降りたら。シンデレラじゃないよ。全然。全然。おなんか周り固めてるお姉さんたちやんな。なんだ。やばい。やばい。やばい。ちょっとね。ほんまに。すごいな。あのガッツな。勢いあるわ。何お前らガッツでまとめてんの？それ以上。ごめんごめん。ごめんごめん。やっぱベースですよね。どっかで一緒に泊まりましょう。どっかで一緒に泊まりましょう。泊まるじゃなくて、泊まるじゃなくて、どっかにカラオケ行くんやったら行くけど。行かないんだ。朝までカラオケ、そんな元気ないし。で、何も。だって、私でも行けへんわ。朝までカラオケ、あかん。そんなんしたら、アプリ仕事すんの。倒れるわ、俺。なんもタブでも。人来たあれよ。三着目だろ。あ、何これ。金かなんかで、ね、なれんな女の人はどこやった今日はおもろりの友達2回だけやな気がやった、はい、そうですねただ1回の長いこと続けとるわ32年続けてるぞ、ね、あ今日見に行かはった、うん52、3だから元気やね。あのバンドはずっと続いてるメンバーが高校生で好きな話今日ポップコーンの京都代表になるよって。へーすごい。そこで優勝はできんからいいなっていう温泉でそれがずっと続いてるあ
頑張ります。だんだん喋りが増えてくるけどな。その代わり年いけばいいこと。喋るだけ偉いやん。まあ、上手上手な。あんまり MC は短めですよ、楽曲中心っていう恥ずかしいなあ、ね、飲めないし、飲めたら喋れるからこれな、MC はこれは立つから。ああ、うちのメンバー誰も喋らんやろ。ほんでライブで振っても誰もシーンと、湯沢ちゃんもこっち向いてるし、湯沢ちゃん喋ってるよ。えコーラスでこっち横で、いや、そらあれでしょ、リーダー喋らへんと別に二人で喋らんでも、絡んで二人で喋る。いや、それはちょっと困る。マルさん喋ったら困るのか。そうですよ。リーダーどっちだよ。何言ってもわからない。何言ってもわからない。ほんで、ずれた。何言ってもわからない。例えすぎて、なんて言マトを得てすぎるよ。ちょっとマトを得すぎるよ。でもステッキなあれですけど、ライブの時にちょっと気取ってんのにマロさんが喋ったためにこうなってる。まあそれも行こうか。いや、やりますよそれ。行きますえ、一旦はでもあれですよ、太田さんに振ってください。伊沢さんに振ってください。絶対もう辻なんかもう一つ喋らないベースは。ちょっと楽しそうなんだよね。ベースでも適当に選ぶ。まあそうも、でもベースソロしょうらへんの。ギターソロばっかりやん。いやそれはしない。昔はしとってんけど、やっぱりもうしょうらへん。こいつがタックしたのか。やちゃん。わかる、一つの仕事でもあるし、ゲームし、でもなんか喋って歌って喋って歌ってしたらもうシートのパワーあるから、ジューさんはいけるけど、いやいや、喋ったら歌詞忘れる。上がってしまう。わかります。歌ってるより喋る方が緊張する。ギタリストだろうが、ワンステージで客と同じスパって一瞬にして目線を戻せる、パッて戻すのと音楽にスッと入る子がボーカリストはそのサイクルが速くないですか。ギターってどっちかって言ったらもう一旦入ってしまったらもう一回あるかみたいなところがあるんですけど、そのメンタルコントロールみたいなのがすごい大変なのかっていう。そんなに意識はしてないよね。曲が終わったらそれではみたいな感じで普通にはなんやけど、多分頭の中では勝手になってるのかな。まあまあまあ、うん、そうやな、まあ、真面目に考える人はそれ、真面目にうまくする人はそうなのかな。けどなんか、お二人はちょっと同じ感じ。同じ感じするの。昔は考えてたね、MC こんだけ喋ろうって。ところが喋る、こんだけも喋れ。こんだけ考えてる。そうだね。やめとこう。無駄はやめとこう。今でもそれで可愛いって失礼ですけど、いやでも可愛いし、すがちもうへんじゃん。お前自分で落とせよお前。今日は最後こうくるっと向けて、さっきのマロちゃんみたいな。そうここで喋ったらあかんね。口しか映ってマイクっぽい。骸骨マイクみたいな。やるよんな。あ、すごいマロさんも。めっちゃ長い時間ここいるよな。おじいいるよ。行きますか。めっちゃ大変。ありがとうございました。今でも大変やん。暗号ですか。行こう。はい、ラッシュ。どこ。シャクレ声対応の対話。シャクレ声です。シャクレで変化。シャガレ声。シャガレ声変化。対決やるよ別に。やる？シャクレ対決のブッキングみたいな。みんなハスキーな人が出てるの。濃いわ。濃いわなんか。ゲストはモンタヨシノリ。そんなん出てもうたら
僕らかすれてしゃあないそういう意味でうまいな俺あんまり俺よくなあのシルバーウィングの登り山にパンチが弱いって違う違うあのうまいこと言うたところでどうやねんっていう話なんで今の時代ってそうやねそうやねなんで言いすぎるんだそんな素敵やなでも解決モードです解決モードがあるからまあでも実以降だよ、無理やな10月で実は考えるでしょ、尺入れるやるやんまりみたいすいませんアップで迫りましょうかやるそれは誰の企画俺俺発信まあまあ、会場は固まったらまたそんな頭してそんな受け身なんだそんなこれだいぶ受けてたとことん何個でもなるもんねそうですね今オリジナルを作ってるからそっちで結構わーって取られててそのそっちの方が大丈夫まずはそうやこれ堂々とした兄さん一回見てみたらいいんだよなちょっと話してそうなんですね見えへんかそれは何しゃくれてくるそういうことやしゃくれ企画ボル1しゃくれしゃくれしゃくれしゃがれしゃがれしゃくれがどっちかお前でもしゃがれてるまで行ってへんじゃん行ってるいやでも発足期しゃがれまで行って言うて悪いけど行ってるしゃがれば。でもそれの方が個性あっていいじゃん。ね。ああ。ってことはしゃがれてる。そこまでの時間がなかった。まあでも女性ボーカルやったらあんまり。絶対しゃがれてるやな。しゃがれるまで行ってるから。もうジャニスか姉さんか。ジャニスやね。ほらエグい言うてカバーがった。サマータイムね。博士か兄さん。それはそれはベタやまあでも弦楽器やねそうやね弦楽器タラララ俺が滑んのかそこタタ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 選曲待ってそう今違うじゃないですかあれなんか今違うと思って兄さん全然いらないですリボートキーやマイケルですもんねマイケルラバーですよねどうもしゃがれ企画おもろおもろ私もいいと思いますでも私憧れてますもんほんまにしゃがれる声ほんまにほんで姉さん全然飲まへんってびっくりせえ全くずっとコーラとウロン茶しか健康的やねそれで5時からこの天使もうそろそろ俺も完全に飲んでるんだけど俺もそう思われてたかもしれんそう大好き私そうねえこれしゃがれ企画しゃがれ企画ちなみに飲んだらどうなるの？トイレ。これ勝手にしゃがれは。勝手にしゃがれ。しゃがれ。ボル一。ボル一。勝手にしゃがれ。よい。どうしていいか分かんない。俺どう聞いていいんだ分かんない。まあヒートあれがあれば。ほんま？うん。まだ何しますって感じ。これ何しますよ。ほら撮ってる感じで。これさせてもらいます。電話。ああ。して。その日とそのタイミングだけやわ。そうやね。うん。そんなアフタービートでしょ。もちろんもちろん。しゃくれ企画やな。しゃくれ企画。変わった。しゃくれなってる。なんか変わった。顎がって話してね。しゃくれみたいな。姉さんと。と。いや、だんだんしゃくれてる。じゃあ、皆さん流れをつけて。気をつけてお帰りください。帰るわ。やっちゃん。やっちゃんか。帰る。だから、泊まるとこさんキープしながらね。やっちゃん、今日も重いバージョン。重いバージョン。ありがとうございました。
なあ、すごいな。私もそれ言った。パワーもらえます言うて。なんかすごい。なんかすごい。初めてな。初めて、本当に生でもうあの名刺しか見たことなかったんで。あ、そう、私も名刺もらって一回ステージ見てみたいと思って。そう、見てみたいと思って。で、今日本当に生で初めて。何回でも見させて。すぐ見させていただいて。私も見させて。その間にもまあダメ出しばっかりするけど。マラさんにはダメ出しばっかり。ここ座りなさいとか言って。この大体なる曲を聞いたけども全然ダメとか言って。とか言って。マルちゃん、マルちゃん、いいバージョンがありまして、なんで4枚も4枚ももらいましたこれ、どうやねんそれ4枚ももらいました、私バージョン違いこの花束ありがとうは、こっちの私どれやったっけ私これやわこれ、あ、これこれこれそう、これこれ持ってるやりよんな、そんなで2つ、ドレスがあるけど、うん結局このドレスは良かったけど髪の毛が重たくてバランスが良くないからこっちをあそうそうこれももらったで花束ありがとうも何キャバクラなんやおっきいの持っててえおっきいこれあげるわとかあおっきいのそう冊子になってるやつ歌詞が書いてめっちゃ気になるって言ってでも好きなんと思いますよいやいやでもねやな好きでもねでもねでもねあの帰りなんかミスドに送らすわとか言うてミスドみたいなミスドに送らすわとか言うてミスドやんそれいやそれは別にいいじゃないいやほんでミスドやんダメマロさんおばちゃんやったら別にあれですよいやほんでミスドやんなそれ早く帰りたい言っとったよミスド早く帰りたい言っとった何を言っとんねんマロとうとう身を固めたマロかんなんで映されてよこの衝撃マラさん初めて突っ込みましたねなんでやねんって初めて聞きましたけどやった引き出したもうお酒こぼすわほんまおもろいハビクさんなんでこの頃の静けさまわまわこれなんなのいやちょっと面白いなと思っていやなんかマロちゃんがマジやったらもういやー後悔だから何も思ったら潰したらあかんやんまあ全ては残ってますけどねやっぱり小冊子に歌詞って言うのねでも私だって私だって名刺やん僕やったらやけど水やんなんか全部渡されとったなんかってもっとこれ何にしろこれこれもうちょっとこれはあげれへんちょっとあげれへん翌日ほらメール入ってきて水やんから現実は厳しいです早く帰ろうと思ったんですどこ行ったん自分はうせえミストさんってちょっと巻き込まれちょっと巻き込まれやめてはるのにやばいもうあがんでもやばいやばいそれでじゃないいやそれでミスもうずっとねアシしてましたよねミスやったすごいな全然重くない